サミュエル・メリル・ウッド・ブリッジは、アメリカ合衆国の聖職者、進学者、著作家、大学教授である。ニューヨーク大学とニューブラウンズウィック神学校を卒業し、アメリカ改革協会の牧師として16年間説教を続けた。ニュージャージー州ニューブラウンズウィックに入った後、ニューブラウンズウィック神学校の教授として44年間教会士と、教会政治形態を教え、 7年間はニューブランズウィックにあるラトガースカレッジの教授として、刑事上学と人間心理の哲学を教えた。その後は1883年から1901年までニューブランズウィック神学校を学部長及び学長として率いた。キリスト教信仰、神学、教会史及び教会政治形態の様々な面に関する3冊の著作を表し、 説教や演説を出版した。1852年から1857年の5年間、ニュージャージー州ニューブランズウィックの隊に改革派協会で務めたウッドブリッジは1819年4月5日にマサチューセッツ州グリーンフィールドで生まれた。父はシルベスター・ウッドブリッジ牧師、母はエリザベス・グールドであり、6人兄弟の3番目だった。 マンシーのマガジンが1907年に発行したケーズによれば15世紀後半にまで遡り11代続いた牧師一家だった。先祖をたどると最初の牧師は1493年に生まれたジョン・ウッドブリッジでありジョン・ウィクリフの弟子だった。ウッドブリッジはニューヨーク大学に入学し1838年に学士号を受けた。学部生の時に 秘密主義で男性ばかりのユークレアン教会の会員となり、ファイ・ベータ・カッパに選ばれた。1841年には、ニューブランズウィック神学校から修士号を受け、地域内の教会を監督する生態である、改革派教会ニューヨークククラシスによ、牧師に任命された。この時点で卒業校である、ニューヨーク大学の学位も修士に昇格された。神学校を卒業した後、 1841年から1850年は、南改革派オランダ協会、現在のサウスブルックリンにある、ベイリッジユナイテッド協会で牧師を務めた。さらにコック・サッキーの第二改革派協会、ニューブランズウィックの第二改革派協会で務めた。1857年12月、ニューブランズウィックにある2つの学校の教員に指名された。 ニューブランズウィック神学校では44年間教会史と教会政治形態の教授となり、ラトガースカレッジでは7年間、刑事上学と人間心理の哲学を教えた。その後2つの学校ともプロテスタントのオランダ外革派教会の参加に入った。1857年9月8日に、ジョン・ルドロー牧師が死んだことで空いた2校の教授の椅子に、教会会議で指名された。 この神学校の任にあった時代に、巻き学、教授学、論争神学の分野でも授業を行っており、これらは教授がいないことが多い分野だった。1883年、教会の総合会議で教授会で合意される規定に従い、ニューブランズウィックの神学校で任務にある最年長の教授を神学部長とすること、その人に学校の規律を委託することを決めた。 ウッドブリッジは、神学校の初大学部長として、学校を引きその後は、学長となって1901年に引退するまで、務めた。どちらの地位も現在の神学校学長の前身である。この間にユニオンカレッジから1858年に、進学博士を、ラトガースカレッジから1841年に、進学博士、1883年に、 法学博士の名誉学位を受けた。ウッドブリッジは82歳の1902年に名誉教授として退官した。ウッドブリッジは2度結婚した。最初は1845年2月にキャロライン・バーゲンと結婚し、1844年にキャロライン・ウッドブリッジという娘が生まれた。1866年12月20日にアンナビテカーデートンと再婚し、 アンナ・デートン・ウッドブリッジとメアリー・エリザベス・ウッドブリッジという二人の娘が生まれた。ウッドブリッジは1905年6月23日、86歳でニューブランズウィックで死んだ。死のエルム・ウッド墓地に埋葬された。教会士屋のチャールズ・エドワード・コー・ウィンは、ウッドブリッジが強い個性を持って、つまらない話に命を与えて、輝くようにしたと述べ、さらに、 信仰心に扱ったが、その愛する心は、彼が危険だと考えるものにも優しく当たったと付け加えた。ウッドブリッジが公の場で行った様々な説教、演説、講演が、新聞や定期刊行物、著作の演説集、さらにパンフレットの形で出版された。以下は、その一部である。ありがとうございます。